数十年前までヘルディアは上下水道の整備さえ不十分な猥雑な都市でした。それゆえ疫病の温床となったのでしょう。戦王陛下に雇われた学者コルネリアは第一に都市の整備をするよう進言しました。ヘルディアの市街はたった数年の間に美しく整然とした姿へと変わってゆき、それと同時に国を蝕んだ疫病はあっさりと収束していったのです。殿下、私はあなたの消息を追いようやくここにたどり着きました。殿下などと呼ぶな。俺は一度死んだ人間だ。もう王子でも何でもない。あくまでもそう布告されただけの話です。こうして殿下は生きていらっしゃったではありませんか。それにしてもなぜあの堅牢なフェルディアの牢を。どうやって。ドゥドゥだ。あいつは死んだ。俺の代わりにな。そうでしたか。なればこそその忠義に報いねばなりますまい、殿下。横領に続いてローベ家をはじめとした王国西部の領主は帝国への臣従を表明。コルネリアを筆頭とする反逆者たちは横領をファーガス公国などと戦勝し、フェルディアを本拠として今なお東部への侵略を続けているのです。20年以上も前から王家に仕えてきた女魔導士です。とにかくあなたが生きていたと伝えればすぐに皆大修道院へと集うことでしょう。5年前あの戦いの後、フェルディアである事件が起きました。摂政を務めていたリュファス様が何者かに殺害されたのです。私はかつて騎士として王家に仕えた身、騎士団を辞し王国へと帰参しました。ですが何をバカなことを。リュファス様を殺したのが殿下だと。ええ、警護をかいくぐりあんな殺し方ができるのは殿下くらいではなくて。殿下にとってリュファス様は実の王子。肉親を殺すような真似などあの方には。でも昔から仲がよろしくなかったでしょ。古い進化の間では有名な話ですわよね。もともとリュファス様にはダスカーの悲劇に関与していたという噂もありましたわ。何らかの確信を得た殿下が怒りのままに殺してしまったのかもしれない。まあ今となっては何もかもどうでもよいことですけれど。コルネリア、貴様まさか。殿下の斬首はすでに決まりました。刑の執行はあさって。この日をもって王家の血統は途絶える。指をくわえてみてろ、老いぼれ。お前が愛し仕えた国の最後な。それから間もなく刑の執行が宣布されました。殿下の死により王家ブレーダッドの血は排除されることとなり、その後のコルネリアの動きは先ほど説明した通りです。コルネリアめ、ガルグマクにまで患者を潜ませていたか。ファーガスの盾が現れよったか。若造どもより期待できそうじゃな。かつて獅子と称えられた男が国賊どもの手先になり下がるとはな。国賊の手先とは心外ですな、殿下。わしは今も昔もローベ家の騎士です。
笑わせるなよ。騎士の矜持も忘れて死肉を食い漁る卑しい獣が何を抜かすか。たとえ卑しくあろうとも獣は主君に尽くすものです。そうか、ならば撃ち殺して飼い主に首を届けてやるとしよう。冴えているな。訓命に是非を論じず従うは騎士の鏡。グエンダル殿、立派な男でした。もうただの死体だ。行くぞ、ロドリグが待っている。まずはそちらの状況を聞かせろ、ロドリグ。ろくな話はありませんよ。王国の西側が帝国に取られたってのはご存知ですよね。ああ、聞いている。ファーガス公国とやらの話もな。なら話は早い。コルネリアの手際は敵ながら見事でしてね。あの政変で実権を握るや否や、早々に王都に帝国軍を受け入れ、軍を再編してこちらに兵を向けた。おかげで後手を踏んだ我々は防戦一方、厳しい戦いを強いられているのが現状です。もともとあのメギツネはそのつもりだったのだろう。もっと早く殺しておくべきだった。殿下、フェルディアはそりゃもうひどいありさまだそうですよ。火星に耐えかね暴動は絶えない。逃げ出した民は食うに困ってのたれ死ぬ。ああそうだ、殿下こちらを。これは正しき主の手に握られるべきものだ。アラドバル、かつて父上の振るった英雄の遺産。ええ、王都でコルネリアの部下から取り戻してきたものです。グロンダーズ海戦に勝利を得た王国軍だったが、南下することなく軍を返し、王都フェルディアに向けて進軍を開始。王国軍の到来に呼応して王都市街では民衆による暴動が勃発。しかしコルネリアは暴動を鎮圧しようともせず、帝国より借り受けた兵力を王国軍の迎撃に差し向ける。帰ってくると思ってたぜ坊ちゃん。そのしぶとさ、血筋かね。コルネリア様、市街各地で民衆が暴動を。どうやら敵の到来に呼応しているようです。このまま放っておけば我が軍に被害が及ばぬとも限りません。急ぎ鎮圧を。民衆が暴動？そんなの勝手にやらせておきなさいな。そもそこに兵員を割く余裕があって？敵の精鋭を前にしてずいぶん余裕ね。ですがコルネリア様、どうせ市街は戦場になるのだから、敵でも民衆でも抵抗する者は殺せばいいわ。さああなたも早く戦場に赴きなさい。はっ、コルネリア様もどうかご武運を。しかし厄介なやつまで連れてきて、まったく困った坊ちゃんだこと。おとなしく可愛い姉君と殺し合っときゃいいものは。準備は整いましたわね。未練たらしい昔の主人を出迎えましょうか。さあ、市街中のタイタニスを起動なさい。たっぷりもてなして差し上げるのよ。進軍せよ。逆賊コルネリアを討ち、王都を奪還する。俺は必ず勝つ。この身を流れる王家の血にかけて。まあ
タイタニスだけでは不満かしら。ならビスカムを起動させましょう。魔力で強化されているのか。何者かが魔力を送っているのであれば、まずはそちらを叩くべきでしょう。これで魔力の供給も止まったはずだ。あの兵器も突破できるだろう。しかしこの奇怪な装置や兵器、本当に帝国の？私が相手をしてあげましょう。はじめましてという気がしませんわね。私、あなたのことはよく知っていますのよ。ゆっくりお話ししたいところですけれど、あなたには死んでもらわないとね。あらまあ、懐かしい顔。まだ生きてらしたのね、ギュスタブ殿。おざけめぎつね。貴様などにハーガスは屈しない。まったく、本当に面倒なお人。怖い顔しないで。うわい！ここが引き時か。あらあら、お久しぶりですわね、殿下。見ない間にすっかりたくましくなられて。しらじらしい。叔父上を殺し俺をはねたのは貴様だろう。ああ、そういえばそうでしたわね。忘れていましたわ、そんなこと。貴様は俺が撃つ。返してもらうぞ、全てを。え、見えている。任せてくれ。見えている。押し通り。もはやこれまで。強くなければ何も得られない。ならば最後にご褒美をあげなければなりませんわね。終わりだ、コルネリア。言い残すことがあるなら聞いてやる。そうですわね。それじゃあ少し昔話を聞いてくださる。10年前、ある日のことですわ。パトリシア様は全てを犠牲にしてでも実の娘に一目会いたいと、そうおっしゃった。ですから私は王の首と引き換えにその願いを叶えたまで。王の首だと？貴様、それはまさかダスカーの？ダスカーで皆を、父上を謀殺したのが母上だとでも言うのか、貴様は？ええ、
一途に家族を思うその心情、あなたにならわかるのではなくて。ああ、でもかわいそうな殿下、愛されていなかったなんて滑稽ね。コルネリア、貴様は何を。せいぜい絶望するがいい。心強いな。この女の妄言はどうあれ、奴がこの国の旧敵であることに変わりはない。ファーガスを帝国に売り渡し、無意味な加勢で民衆を苦しめた。だがそれも今日をもって終わりだ。これ以上無駄な血が流れることもない。それにコルネリアが倒れた今、奴とつながりのあった貴族を締め上げれば、ダスカーの一件について何かしらの手ずるをつかめるかもしれない。そうなればいつかはダスカーの民の無実も。殿下、リーガン家が主体となって同盟諸侯を糾合し、総力を挙げて帝国を迎え撃っているが、それもどこまで持つか。敵の猛攻の前に厳しい戦いを強いられているそうだ。グロンダーズでの敗戦で弱っていた同盟を帝国はここで一息に潰す気なのだろう。我々が王都へ兵を返したのを見るや、即座に同盟侵攻に乗り出すとは。将はアランデル公フォルクハルト、皇帝エーデルガルトの摂政を務める男です。おそらくグロンダーズで負傷した皇帝に代わり指揮を取ることになったものと。内政のみならず傭兵にも長けるラツワン摂政、油断できる相手ではないな。それにしてもアランデル公か。俺はもともとアランデル公が9年前の事件を引き起こしたものだと思っていた。王国を立った時期に不自然に途絶えた寄進、何かと不審な点が多すぎたからな。アランデル公がコルネリアと結託してなら、5年前のクロニエたちの言葉は、フェルディアを取り戻してくれれば俺たちも多少は商売がしやすくなるだろう。いや、ファーガス公国の税はバカ高くてね、商売どころじゃないんだよ。しかしあのコルネリアって女、何のためにあんな高い税を課してるんだ。そりゃ帝国からしてみれば旧王国領から高い税を絞り取るのは当然かもしれんが、あそこまで荒廃させちゃ元も子もないんじゃないか。